なんか俺昔シンジさんみたいなアカウントで動画上げてる動画見てたわ。そう、通訳チャンネルみたいな、あれで見てたわ。まさか中に入ってる人があんな人がいるとは思わなかったね。そう、シンジは俺マジそれで、俺今でもいや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 みたいな。あ、 COD の参加型とかやってたんだ。へえ、そんなことやってたんだシンジって。他は、他の配信者が配信始めたきっかけとかなんかない？知ってるの。なんかボドカさんとかは昔 YouTube でキルモンタージュが流行ってみたいな、キャップも買ってみたいなことは言ってたな。一番最初ってみんな何やってたんだろうね。高木とかは俺が YouTube でフォートナイトする前より有名人だったからな。俺より高木はタモンさんのところにいてずっとクソガキクランで活動してて、で俺がそのフォートナイトでバズってコラボするって時に高木はいたからね。最初の頃はマジでクソガキだったよ高木は。ちょっと見てみる、その時の高木。あ、でもこれ俺の動画で103万再生いってる動画あるわ、高木との 1v1 で。おい、これだぜ昔の高木。じゃあボコボコにしなきゃいいんすか。かかってこいや。僕平成最後のモングラルって言われたことあるんで。やば、お願いしますよ。やば、ちょっと待って。じゃあ武器は金朝と高木と、なんかアッシーみたいなやつがいたんだよな。あ、もうみんな中1、みんな中1だ。もう小学生卒業だ。平成最後の小学生行ってみましょう。え、じゃあまずどうし、小学校卒業だって。なんかそんな感じだったわ。じゃあ高木と俺やるか。普通じゃあやりますか。高木とか絶対余裕なんだよな。じゃあ、でも俺もどう、痩せてるねこの時期。やっぱ痩せてない、こっちの方が。今の方が太ってるねやっぱ。僕他にしてますよ。やろうか。これだって俺まだ、皆さん、はい、ってことでね、今日はね、タモンさんのところにね、よく出てるクソガキのね、高木くんとね、僕は対マンしていきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。ハゲた、よろしくお願いします。レッツゴー。いや、今思ったらもうリドルよ、二人で。うま、俺うまあ、下手くそ、下手くそ。懐かしい。嘘だろクソッパレー。どうしたんですね、どうしたんですね。舐めてやがるぜこのクソガキ。この時はな、フォトナまだおもろかったんだよ。僕とアリケンさんの差ですよ。いや、でも偉いのがね、これ最初にじゃあ3、これこんなクソガキを装ってるけど3つけてんだよね高木はな。だい、育ちはいいんだよな高木。絶対絶対勝つ。頑張ってください。このアッシーって子は不登校だったんだよ確か。うめえんだよ高木。真剣すぎる俺の顔が。俺の顔が真剣すぎる。よーし、よし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 。さあ高木どうした。俺が一本取っちまったぞ。楽しそう、まあまあ、俺も僕シンファニー倒したんで。俺もまだ楽しそう。シンファニー倒してもな、俺に勝てないと意味がねえんだよ。この時21歳とかだったけど、マジ子供と波長が合いすぎたんだよな。この時まさか5年もネット活動やると思わなかったな正直。このなんてバロラントなんてないから、エーペックスすらなかったからねこの時期は。まだいやー、いきますよ。もういいよ。絶対倒す。そう、高木可愛かったんだよ。声変わりしちゃってさ、もう今はお前無言になりやがってよ。お前本気モードっすね。お前高木が無言なんて、お前珍しいじゃないの。よーし、俺の勝ちだ。5年後同じチームに入りました。5年後同じチームに入ってます今。
なんと。しかもフォートナイトじゃありません、ストリーマーとして同じチームです。あーかん、なんかエモいな。でこうなる前にペギーがどうだのああだので、最後に高木の加入動画見るか。さあ皆さん、さっきの子が成長してこうなりましたっていう目線で見てな、俺と同じ目線で見てな、みんな。そうね、俺が会った時小学校だぜ。だってもう今はもう立派なもう高青年よ。まあでも皆さん、まあこれからもね、高木、俺、まあ、ペギーだのだののご活躍を楽しみにしててください。高木おめでとう。